皆さんこんにちは、みこです。いつもみこログをご視聴いただきありがとうございます。今回は娘の誕生日プレゼント探しに大阪へやってきました。まずは腹ごしらえです。今日は娘の誕生日の母娘のデートということで大阪の梅田に来てます。いろいろ見て回り、何コスメ巡り、デパート巡り、コスメとかファッションとか、娘の一日付き添うということで、愛の手楽しみたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。メニューが豊富で迷ってしまいますね。少しずついろんなものを食べたい方にもおすすめ。エビマヨランチ、ご飯おかわり自由です。食べれるかな、猫舌。当店はアジアンマーケットをイメージしたネオンカラーの店内で、非日常空間の中、お客様に美味しい中華を楽しんでいただきたい、居心地の良い空間を提供したい、そんな思いを持って営業しております。クラブみたい、見たことない。ちょっとネオンカラー、夜のお昼だけど夜みたいな。ご飯おかわり自由、嬉しい。食べれそうやったら食べていいよ。ランチの点心が2つ中華の味、かわいいね。食べ4つしかない。いただきます。猫舌を甘く見ないでね。あ、ちょっと怖いわ。違うね、湯気がかぶれてる。あ、いらんの、朝食ね、食べなさいもん。よく食べれたね。プリプリ、すごいね。特急天津市が手作りされている天津です。すごい、特急天津市って何か事実解説。日曜日の昼間からいただきます。いただきます。やば、久しぶりに飲んだ。プラさんと旅行したぶり、何ヶ月ぶり、何ヶ月ぶり。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。なんでせん、せ
目が冴える。お次はコスメ巡りです。娘はちいかわのモモンガ推し。元美容部員の母が娘のコスメ選びをする時が来るなんてね。欲しかったバッグは品切れでした。お次は視聴者さんに教えてもらったカフェでティータイム。オールドティファニーの世界に統一された内観。ティファニーショップも併設された国内最大級のオールドティファニーのアクセサリー専門店です。待ち時間も店内でアクセサリーを見ることができます。注文はカウンターで。お値段も比較的リーズナブルなのがいいですよね。私はベルベットフランボワーズとキャラメルラテ。コーヒーカップや食器はすべてティファニー製。チョコレートケーキ、チョコレートケーキとココア10枚。チョコが違うんだ。チョコ食べたあたりから酸っぱいかも。ラズベリー。おいしい。おいしいです。かわいい。結婚してください。はい。結婚してください。取れません。取れません。チョコレートがどうでした？クリスマスって感じ。全然まだ早い。ホットココアにマシュマロ入ってるのがクリスマスって感じ。ココアってなったらお母さんプロテインって思っちゃう。梅田エストでフラッと立ち寄ったサマンサベガ。娘が好きそうだな。一目惚れしたバッグ、チャームは別売り。あれ、お値段が倍ですけど。最後は阪急百貨店へ。来年の春には高校生になる娘。やっぱり黒が人気です、ね。ブランドに興味が出てくる。出だし黒とやっぱりピンクが人気の色にはなりますね。やっぱり黒すごく持ちやすいお色で。そうです。すごい高かったですね。結構顔も柔らかくて、長く使っていただけるお色でもありますね。初めて持つ高級ブランド。こうして大人になっていくのですね。久しぶりの母と娘のデート。レディーになっていく娘の成長に喜びを感じた一日でした。次はいつ行く？と娘。明日からまたパーピージャンプして頑張ります。